こんにちは、スタジオ BB の赤木です。今日はヒップアップエクササイズを3つご紹介します。まず1つ目はクラブというエクササイズです。2つ目はニーリングサイドキックス、3つ目はアーティクレーティングショルダーブリッジです。詳しいやり方は概要欄に載せてますので、そちらをご確認ください。そしてマシンを使った美脚美尻のためのエクササイズもご紹介しています。こちらも概要欄にリンク載せておきますので、ぜひぜひご確認ください。では一緒に動いていきましょう。皆さん準備はよろしいでしょうか。横向きに寝ます。まず一つ目クラムです。頭、肩、お尻、かかとが一直線になるように寝ます。手で肘曲げて頭の高さを調節しましょう。ここでポイントです。上のお尻を遠くに伸ばします。そうすると下の脇腹の空間ができてきます。この空間保ったまま動けると、よりお尻の奥の方が効いてきます。この位置から膝を開きます。戻して開く、こう貝殻がパカッと開くような動きですね。一緒にやっていきましょう。ペースはご自身のペースでいいです。呼吸に合わせて動きます。息吸って吐きながら開いたら、吸いながら戻して、また吐きながら開きます。この時の注意点です。上から見たら横一直線です。骨盤天井に向いてないでしょうか。骨盤の位置はキープしたまま、足の付け根からを開きます。足の付け根からこう内から外にラップ巻かれるように、外にねじり、余裕のある人はこのクラムキープしたまま膝伸ばしてみましょう。で曲げます。膝の向きはキープ、斜め上向いたまま伸ばす。この時膝が内に入らないように、付け根を外にねじる意識保って、ラスト2回いきましょう。伸ばしてラスト OK。 そしたら膝を閉じましょう。では逆を向きます。反対側ですね。また頭、肩、お尻、かかとが一直線になるようにセットします。そして上のお尻を遠くに伸ばすマウスハウスですね。この脇腹の空間のことをマウスハウスと言います。ネズミが通り抜けても潰さない脇腹の空間を作ったまま膝を開きます。骨盤の位置キープしたまま、足の付け根から開く、で戻して開きましょう。皆さん腰も反ってないでしょうか。お腹でしっかりハーッと安定させた上で股関節から動きます。足の付け根から開くって、余裕のある人は膝伸ばす、曲げて伸ばす。大変な人はさっきのクラムを続けてください。骨盤の位置は耐えたまま、膝の曲げ伸ばしで、あともう2回いきましょうか。膝は斜め上を向いてます。ラスト伸ばしたら OK、 閉じます。はい、次です。ニーリングサイドキックスいきたいと思います。膝立ちでセットしましょう。片足を横に開きます。膝のラインにかかとを合わせるんですが、この時もポイントです。腰骨のグリグリの骨見つけてみてください。これ ASIS っていうんですが、今右のお尻が多分上がってると思うので、右のこのグリグリの骨を下げるようにしましょう。そうすると左右の高さが揃って内ももが伸ばされてきます。これがちょっと大変な人は、伸ばしてる方の足ちょっと前に出すと骨盤の高さ揃いやすくなります。イメージ的には右のお尻を左内ももに近づけるように下ろします。ではここから動きます。手を横に開いて体を右に、嘘です、左に倒します。元に戻します。この時軸足床に対して垂直キープしたまま真横に動きましょう。で戻します。もう一度、前と後ろには壁に挟まれているので壁に当たらないようにそのまま右足アップ。そして手を腰にセットします。ここから右膝を曲げて伸ばします。膝の位置キープしたまま曲げて
伸ばす動きです。余裕のある人、かかとを芯に近づけてつま先伸ばす、かかとを芯に近づけて膝を伸ばすと同時につま先も伸ばす。軸足のお尻も上げてる方のお尻も両方使います。頭からお尻まで一直線、腰も反ってないでしょうか。しっかりお腹で耐えて、あともう一回曲げて伸ばしたら OK。 帰るまでが遠足です。手を上げて足を下ろしてから元の位置へと戻ります。 OK です。逆方向行きましょう。膝立ちで片足横で骨盤の高さを揃えるので、左のお尻を右内ももに近づけます。大変な人は横に伸ばしている方の足を少し前に出してください。では手を横に開きます。このまま頭からお尻までの一直線をキープしたまま体を倒すだけで戻します。股関節からポキッと体を折りましょう。でさらに足を持ち上げて手を腰、さらに膝を曲げて伸ばします。膝の位置は前にも行かないです、後ろにも行かないですね。これ NG ですね。前や後ろに行かないように膝の位置をキープしたまま曲げ伸ばし、あとは膝の向きも常に正面向いてます。で曲げて伸ばす、あと2回ぐらい行きましょうか。しっかり軸足垂直キープできてますでしょうか。しっかり耐えて手を戻し、最後までお腹を使って帰ります。 OK です。さあ3つ目、アーティキュレーティングショルダーブリッジをやっていきましょう。仰向けに寝ます。上向きに寝たら足の幅、膝の幅は拳1つ分にセットです。そして骨盤のグリグリの骨、さっき触ったところですね、に手のひらを当てて三角形を作ります。この三角形が天井と平行になるようにセットします。で肩はリラックス下がった状態ですね。首の後ろも長くしておきます。そこから準備運動です。息を吸って吐きながらこの三角形を顔の方に傾けます。元に戻します。骨盤を自分の顔の方に傾けます。これを骨盤の後傾と言います。お腹のスイッチを入れていきます。骨盤の後傾させて、そこからお尻を上げていきます。肩から膝までが一直線になったらもう一度吸って、吐きながら順番に背骨を床へとつけていきます。これがアーティキュレーティングショルダーブリッジですね。では動き理解した方は手をお尻の横にセットです。いきましょう。息を吸って骨盤顔の方へ傾けて、肩から膝までが一直線になるようにお尻をアップ、そして吸って吐きながら順番に背骨を床へとつけていきます。繰り返していきましょう。骨盤顔の方へ、膝を遠くに伸ばす意識と、あとお尻上げすぎて腰反ってないでしょうか。肩から膝までにお尻も仲間に入れましょう。そして胸を打ちやすい人多いです。胸のネクタイをキュッと引き上げて、肩から膝まで一直線を作って動いていきます。もしも行ける人は続けてください。もしもお尻の感覚入りにくいなっていう人は、足裏を合わせてちょっと膝外向けます。カパッと開くよりは少し45度ぐらいですかねに保った状態でお尻を同じ動き上げていってみてください。さっきよりもお尻の感覚入りやすくなると思います。で下ろして、繰り返していきましょう。で慣れてきたら足幅拳一つ分に戻していきます。あと裏ももすごい頑張ってる人は、かかとをちょっとお尻の方に近づけてあげるとお尻の感覚も入りやすくなります。 OK、 皆さん続けてますかね。ラストいきましょう。骨盤を顔の方に傾けて、肩から膝までが一直線です。さらにチャレンジです。両手前ならえ、一回バンザイします。息吸いながらバンザイ、お尻の高さキープで前ならえに戻したら背骨を順番に床へとつけていきます。骨盤天井と平行に戻したら繰り返し、骨盤顔の方を傾けて、
肩から膝までが一直線で、また万歳。前のライン戻して背骨を順番につけていきます。さあラストです。骨盤顔の方を傾けて、肩から膝までが一直線になったら万歳します。そしてこの万歳キープしたまま背骨を順番に床へとつけていきましょう。そして骨盤天井と平行に戻したら前ならえ、そして手をお尻の横に下ろします。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。しっかり動けましたか？お尻熱くなってきましたかね？少しでも良かったな、お尻使えたなという人は高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いします。詳しいやり方は概要欄に載せてますので、もう一度復習をしてください。では良い一日。